尾成橋尾成橋は、埼玉県高野市滝間室の荒川に架かる、埼玉県道27号東松山高野線の道路橋である。すぐ上流側に、高野市道 D-19 号線の滝間室橋がある。荒川河口から 61.6km の地点に、架かる橋町 804.8m、総福井 7.7m、 有効福音7.0メートル、最大島町72.0メートルの18、景観の単純後半桁橋の一等橋である。また、埼玉県の第一次緊急輸送道路に指定されている。橋面は2%の横断勾配が付けられている。右岸側は、堤防から河川に向かって設けられた、延長1.7キロメートルにも及ぶ荒川横包の東。 吉見台に横包みに接続されている。また、左岸側は、大宮台地の縁になっていて堤防がない。歩道は初めは設置されていなかったが、交通量の増大により、下流側に密接するように設置されている。400メートル上流側に冠水橋である滝間室橋が、800メートル下流には同じく、冠水橋である原間室橋がかかる。名前の由来は、 おなりの私にちなみ、そのおなりとは、徳川家康が当地へ、たびたび有料に訪れ、荒川を渡る際に、都線上に臨時に設けられた船橋に付けられた名前に、ちなむ。金傍にある河野巣塾に、徳川やゆかりの寺院である勝願い寺もある。東部バスウエストの川越霊山系統路線を、はじめとした路線バスの走行経路である。 吉見町寄りのバス停は、おなりがしがり。橋の高架下は、彩りの国クールスポット100選に選ばれている。おなりがしと、木造くぬぎ川橋の旧おなり橋、現在のおなり橋の開通式典。おなり橋が開通する以前は、おなりがしの私とばれる、都線2層を有する間接の都線であった。都線は、現在の稼働の場所とは異なり、滝間室地区の旧稼働場に設けられた。 都船上には柏場も設けられた。柏場の周囲には様々な店が立ち並ぶなど賑わいを見せ、おなり銀座と呼ばれていた。現在でも滝間室地区にはかつて柏場があったことを示す、おなり菓子という名前の小技が残り、県道には同名の停留所が存在する。その停留所付近には横包みに沿って集落があり、すぐそばの稲荷神社には旧おなり橋の親柱が保存されている。 また、河川改修は1918年に着手され、1935年に完成した。直線化で取り残された荒川の旧稼働は、以降、旧荒川となる。現在の橋は1962年着工、1965年、竣工され、10月13日10時より、栗原博士県知事や国会、県会議員の他地元関係者らが多数出席する中、 開通式典が挙行された。橋の工費は3億8千万円であった。尾り橋と川幅二本一を示す標中。この辺りの荒川では船や鯉が釣れる。1979年に尾り橋付近で実施された魚類捕獲調査ではウグいが優先し、1985年の調査ではゲンゴロウブナとオイカワが多数を占めた。 他に両年にまたがって多く捕獲されたのはニゴイであった。橋のある場所は1969年度より埼玉県が水質測定を行う地点の一つに加えられている。尾成橋付近の荒川の川幅は2537メートルと川幅として日本一広い。河川敷は右岸側に広く取られている。この付近の河川敷は遊水地としても機能している。 その広い河川敷を活用した水田などの農地が広がる。8周辺の河川敷には、イノシシも生息している。また毎年春には、同成橋から原間室橋までの佐賀河川敷では、旧耕田を活用したポピーハッピースクエアや、麦なでしこ祭りが開催され、開花期は、行楽客で賑わう。2008年3月22日に、川幅日本一を示す氷柱が、 コウノス川は橋詰めに、吉見側川は右岸堤防に設置され、3月26日にその除幕式典が挙行された。ありがとうございます。